学生、異常な長時間労働、過労自殺、8.10、緊急凱旋報道と題し、宣伝をこれから行っています。ぜひともお忙しいかとは存じますが、足を止めて私たちの思いを聞いてくださると幸いです。今回は建設の労働組合、東京都県一般労働組合西部ブロックが呼びかけ、多くの個人やエキタス、東京地表などの諸団体、弁護士などが集まり、今大きな社会問題となっている異常な長時間労働と過労死、過労自殺など労働問題について国や企業に改善を求める立場でリレーでスピーチを行っていきます。昨年は電通の新人社員が、そして今年になって建設産業では新国立競技場現場の下請けの23歳という若い現場監督が長時間労働を原因にした精神疾患により自ら命を絶つという痛ましい事件が明るみになりました。哀悼の意を表するとともに、二度と同じことが起こらないよう私たちの決意を込めてこれからスピーチをしていきます。それではまず東京都県目黒支部所属で大手建設現場で働く仲間の杉本圭一さんからスピーチをお願いいたしたいと思います。よろしくお願いいたします。こんばんは、新宿区西口、通勤の帰りの皆さん、お疲れ様です。私も建築職人として、千駄ヶ谷の、将棋会館のそばのマンションのリフォーム現場から今やってきました。私は、建築職人歴40年、鉄骨や、大工を経験しております。組合の役員も、引き受けさせておりますけれども、特に、今の安倍政権の下で、まあそれ以前の小泉政権の頃から本当に日本の労働者は非正規労働者が多く、またブラック企業に象徴されるように労働基準法を無視した働かせ方をし、多くの若い命が過労死で、亡くなっております。私は電通の高橋さん、過労死した高橋さんの建物も工事をしました。先日亡くなられた100歳を超える日野原先生の聖路加病院の仕事もしました。福島第二原発、40年前原発の工事もしました。振り返ってみると、私たちは労働時間は8時間、それを過ぎると2割5分増しの残業手当が出る、そういうふうにして教育され、また同じ仲間と引き上げのない親方がいればちゃんと割増賃金を出せと、そう言って戦って今までやってきました。ところが今労働環境が悪くなって、もちろん若い組合さんが、いや若い、労働者がまだ労働基準法をよく知らない、学校でも教えてくれない、そういう中で現場で追い詰められて亡くなったり、週に月に200時間超える残業している仲間がいます。やはりこれは理不尽なことです。8時間働いて生活できない、これはおかしなことです。だから私は今の若いエキタスさんたちの運動を時給1500円にしろという運動を支持します。疲れた時、頭が痛い時、病院って当たり前です。職場で怪我をして労災ので病院行って無料で治療し、その休業保障をもらうのもこれは当たり前の権利です。私たち建築職人の組合は人間らしく働ける社会、労働環境を守るために安倍政権の
デタラメな労働政策、働き方改革には断固反対して戦います。それともう一つ、建設職人は戦争に反対します。私たちは精魂込めたで建物を作っております。国民の税金で買って、日本政府は ODA という海外支援政策をやってきました。イラクの今紛争国であるイラクの病院はほとんどが日本の政府の、日本の国民の税金の ODA で建てられた病院ばかりです。ところが今回イラク戦争、またイスラム国の占領によって日本人の血税で建てた病院はほとんど破壊されました。非常に悲しいことです。そういう意味でも私たち建築職人は平和のためにであってこそ私たちの技術は生きる、そういう確信を持ってこれから皆さんと一緒に考え働いていきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。今私たちの仲間が、チラシを配り、また署名なども集めておりますので、ぜひともご協力をお願いいたします。それではスピーチ続けまして、東京都警本部副委員長佐藤副委員長の方からよろしくお願いいたします。こんばんは。東京都警副委員長の佐藤であります。私からは同じく今建設中の国立競技場についてお話しさせていただきます。国立競技場で働いた23歳の若者が自ら命を絶つ、これはあってはならない、そういったことです。にもかかわらず我々建設労働者、また彼は監督だったんですが、労働条件というのは一向に変わろうとしない。この国立競技場は2020年にオリンピック・パラリンピックが開催されるスポーツの祭典、本来であれば楽しくまた激闘を繰り返す、そういった場所になる予定です。そういった現場に携わった23歳の若者は長い時で1日、いや2日、3日の徹夜をしてですね、現場にずっといたということで、これは精神的に参るのは当たり前で、そういったことで1年間1ヶ月に211時間の長時間、残業ですね、それを強いられていたと。23歳の若さで責任ある立場で現場の監督をし、工期の遅れを取り戻すために必死になった、そういったところでやはり立ち行かない、そういった条件の中で彼は自ら命を絶ったということです。政府が言っている働き方改革、またその中には建設業が除外されている、そういった中身はおそらく国民の中で知っているのはごく少数だと思っております。特にこのオリンピックが行われる国立競技場では、本来であれば1年半前から工事が始まって2020年に間に合わせるということであったわけですけれども、1回発揮撤回をし、そういった形で工期が短縮され、完成が同じ日ということになっていた、そういった中での彼の立場、私は23歳でこの業界に入ってきて、建設現場、特にオリンピックの現場を作るということで相当胸を躍らせ、また完成した時の姿を見て誇りに思う、そういった仕事に携われるということで、おそらくその現場に毎日のように通ってたと、そういうふうに考えます。しかし悲しいことか、自ら命を絶ってしまったということです。今後こういう人を作らないためにも、我々建設労働者、建設労働組合は皆さんと一緒になってこのことを解決するために頑張っていきたいと思っております。最後に、先ほど述べた杉本さんではありませんが、我々の建設労働者、賃金が安いということで若者がなかなか入ってこない、そういった業界になってしまっています。未来が
明るくなる、そういった建設業界にしたいと思いますので、また皆さんのお力を借りて建設業界を変えていきたいと思っております。ご清聴ありがとうございました。続きまして、東京都警渋谷支部支局長佐藤聡さんの方からよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。私は隣の区渋谷から来ました、東京都警渋谷支部の支局長でやらせていただいております佐藤と申します。昨日ですね、私事業者さんのところに行かせていただいて、本当に今の職人さんたち、今先端で話していただいた通り、建設職人さん方の過酷な状況ということをすごく知りました。先ほど来お話あります国立競技場、朝一番の入場は朝6時です。皆さんお休みになっているようなお時間の時に、建設職人さんたちせっせと現場の方に入られて、6時半から教育という名の新しい登録をさせていただいていると、ちょっと異常な状況で職人さん方働いております。でも皆さんね、国立競技場、国の宝、オリンピックのシンボルとなるというところだから一生懸命働いております。でも今お話あった通り、若い方がこの過酷な労働の中で本当に精魂尽きて自殺をしてしまった、本当に悲しいことでございます。私たちこの建設労働者たち、本当に真面目で誠実、いいものを作り、いいものを世の中に残したいと思って活動しております。でも給料はなかなか上がらない、生活は苦しい、そんな中で過酷な労働を強いられているという方々がたくさんおります。そのような方々をね、ぜひとも救っていかなければならない。この私たち東京都民一般労働組合としましては、この建設環境、職場の環境を改善していくべく活動をしております。私たち建設業界、一般の企業で言われますところの法定福利、その関係は非常に遅れておりました。先般やっとですね、この厚生年金、健康保険ともども入りましょう、入らなければ現場に入れませんよというようなことを訴えられ、やっとその体制が整ってきたところです。しかしながら私たちの賃金はそれに見合っただけ上がってきておりません。そんな中で過酷に労働を強いられ、工期が遅れている、設計変更、そんなことでは到底やっていけない状況があります。これからオリンピックに向けてですね、建物がたくさん建ちます。そういった中で私たちの力を十分に発揮させていただくためにも、賃金のアップということを皆さんご理解をいただければと思います。またもう一つ訴えたいのが、このオリンピックに向けて新しい建物がどんどん建ってきておりますが、古い建物もまた壊されてきております。そんな中で今一番危惧することがアスベストの問題でございます。この古い建物、本当に多くのアスベストを使っておりますが、そのことを知らされずに多くの労働者、また一般の方々が被曝をしているということがございます。アスベストは被曝後40年経ってやっと発症してくる。当初は肺がんと間違えてしまうような感じがありましたけど、本来はこの公害であるアスベストを吸って命を落とされているという方がたくさんおります。私たちこの東京都県一般労働組合としては、このアスベスト訴訟に向けてもですね、いろいろ支援をさせていただいております。そういった部分においてもですね、皆様のご理解をいただければと思っております。私たちは最後に、訴えたいです。建設職人は物ではございません。大手企業の方々、大手建設組合、建設業、本当にゼネコンの方々、私たちを人間ですか、使っていただきたい。それなりの地位、また賃金、待遇を示していただきたいと思います。そうでなければ歴史に残るいい建物は作れないと思います。そういったことを訴えさせていただいて、私の方を訴えていたします。ありがとうございました。引き続きまして、東京都県世田谷支部副委員長の岩佐俊光さんからよろしくお願いいたします。
はい、今ご紹介に預かりました世田谷支部の副委員長の、このような中高の皆様にはご迷惑と思いますが、暑い中、そしてお住み替えの学校の心、の会議の人の伺っておりますが、一日のお疲れということをここに心からお願い申し上げております。私たちは本日この部をお借りいたしまして、なくせ異常な長時間労働です。これは何としてもこのことが若者を育成のためにはなりません。なぜならこの建設業界に入らない、こういうような実態があるからこそだと思います。残念なことには今の新国立劇場、あの国立競技場で23歳の若者が自殺人をやられた、こういうことが発覚いたしました。裁判所ではどういうふうに言いますと、異常な長時間労働です、20時間を超過した仕事をですねやらされている、このような状況が生まれたのはどういうふうに指導されたのか。やっぱり大手の財政建設がそういう指導をしたからじゃないでしょうか。このような労働用の要する条約がないがために他国で要するにその現場で働く人たちが犠牲者になる、このような状況だと思います。それをなくすにはどうしたらいいのか。当然ながら労働協約法はちゃんとしっかりと位置づける、そして国もちゃんとした位置づけをする、これが必要だと思います。そういう今の亡くなった人たちのためにどうか一つ国も要するにここで立ち上がる、東京とも真剣に取り組んで新国立劇場をちゃんとしたもの、新国立競技場をちゃんとしっかりしたものを作ることが必要ではないでしょうか。そういう部分では亡くなった労働者のご両親は今後は息子の同じような過労で命を落とすことのないようになくしてください、こういうことを言われたであります。どうか一つそういう部分も踏まえて我々労働組合一丸となってしっかりと労働条件をちゃんと言うことをすれば、若い人たちは建設業界に入ってくる、こういう位置づけをしたいと思います。我々が守るのは建物、我々は建物がなければ生活ができません。どうか若い人たちが建設に入る職人をちゃんと作っていく、こういうことを国から東京都から作っていただきたいと思います。まあ、そういう部分で皆さん、この教育これがあります。これは大変なことです。朝6時半朝礼があります。その朝礼6時半に現場駅道には何人の人が行ったらいいんでしょうか。現場の人は行きます。朝4時だそうですよ。朝4時4時から行って帰りは夜中の割り駅の8時9時当たり前、このような実態が今の現実です。どうか分かってください。この状況を変えてください。何としても私たちのこの労働条件を回避してほしい、こういう部分で今日私たちはみんなの安心して暮らせる希望を持って若手が若い人たちがこの建設業界に入ってくることをことも求めながら、二度とこのような事故がないよう、そして自殺がないよう、何としてもそれを作って我々は頑張ってまいりたい、そういうふうに思います。私たちがしっかりと取り組んでまいりますので、どうかご協力のほどよろしくお願い申しまして、私の決意と要するに皆さんの訴えとさせていただきます。ありがとうございました。次に、東京都県本部副委員長の久保田副委員長の方からよろしくお願いいたします。はい、新宿駅ご利用中の皆さん、大変お仕事帰りお疲れ様でございます。東京都県本部副委員長の久保田でございます。私の方からは、今ルール仲間か訴えをさせていただきましたが、
この新国立競技場の建設現場というのは、皆さんも分かるようにオリンピック・パラリンピックが開催をされる現場であります。平和であるオリンピック、平和の祭典であるオリンピックやパラリンピックを開催する、そういう建設現場でこのような痛ましい事件が起きてしまった。我々東京都県としては首都圏の仲間と一緒にですね、現場前での宣伝行動もさせていただいているところであります。我々は元請けである大成建設にやはりしっかり下請けの全ての労働者の就労環境をしっかり元請けの責任で管理をしていただきたい。このように工程ありきで下請けに全て過重労働を強いるような工期設定や就労の条件等をあえて下請けに全てお任せをするんではなくて、元請けの責任において体制建設はしっかり就労環境を確認をしていただきたい、そういう思いがあって現場での宣伝行動を取り組みをさせていただいています。しかしこのような先ほどからお話があるような過重労働や工期のない中で下請けに全てを現場で任せているような状況の現場っていうのは本当に数多くあります。大成建設だけに限らず、大手のゼネコンや重版メーカーでの現場、また町場では住宅ハウスメーカー、ビルダーでの現場、すべて工期ありきで工期の中で過重労働にどうしてもなってしまう。このような就労環境をこのままのままで建設業界が行っていけば、本当にこの業界には若者が就労をしなくなります。たとえ若者が我々の建設業界に就労をしても、本当に離職率が 50% を1年以内で 50% の離職率になってます。なぜ我々の建設業界に魅力を感じていただけないのか、それは一つは大きく言えることとして、賃金が低い、そして社会保険とさまざまな処遇改善がやはりなされていない、こういうことを国国交省は5年前からしっかり公共工事の積算をするときに使う設計労務単価の大幅な引き上げを政策的に行い、その中で引き上げた分は現場で働く労働者の賃金に大幅に反映をするようにと、国交省自ら各業界団体やさまざまなところに通達文を出して要請をかけています。しかし我々の現場で働く仲間の賃金はこの間5年で 40% も増えているはずの賃金が、我々のところでは 5% も増えていない。皆さんも分かるように、大手のゼネコンをはじめ全ての企業はこの間の決算を、数字を見れば明らかです。どこがしっかりと利益だけを確保して、下請けに対しての単価の改定や労働者の賃金の引き上げに反映をしていない、このような実態ではいつまでたっても我々の業界は変わっていきません。そういう意味ではしっかりやはり平和の祭典が行われる新国立競技場が日本の建設現場のモデル現場として、しっかりそこで働いた労働者が将来にわたって子供や孫に対しても、俺はこの競技場の建設に携わったんだと誇りが持てるような、そのような建設現場にぜひしていただきたい。そういう意味ではやはり国民の監視の目が必要だと思います。平和の祭典が行われるような競技場の建設現場で二度とこのような痛ましい事件を起こさない、また
最後まで、竣工まで、労災事故を一つも起こさないように、しっかり元請けの責任を果たしていただきたいと。こういうのはやはりみんなが、国民が一人一人が声を出すことが大事だと思っています。我々東京都警は、皆さんと共にですね、しっかり元請けである大成建設、また発注者である組織委員会と国や東京都に対しても改善の要求を求めていきたいと思います。私たちの仲間が新宿駅前のところでチラシを配布をさせていただいています。ぜひお手に取っていただいて後でご一読いただきたいと思います。また今後もこのような宣伝行動アンケートを含めて取り組みをさせていただきます。その時には署名等にもご理解を示していただきたいと思います。私の方からは以上になります。ご清聴ありがとうございました。改めまして新宿駅西口をご通行中の皆さん、お勤めや学校帰りの皆さん、暑い中お疲れ様です。私たちは落成、異常な長時間労働、過労死、過労自殺 8.10 緊急凱旋行動と題し、この6時から宣伝を行っております。今回は建設の労働組合、東京都県一般労働組合西部ブロックが呼びかけ、多くの個人やエキタス、東京地表などの諸団体、弁護士などが集まり、今大きな社会問題となっている異常な長時間労働と過労死、過労自殺など様々な労働問題について国や企業に改善を求める立場でアピールしております。通行中の皆さん、長時間労働で悩んだり一人で悩んだりしておりませんか？自分の働き方がおかしいと思ったら一人で悩まず、ぜひとも労働組合に相談してみてください。解決の糸口がきっと見つかるかと思います。この問題について、先ほど述べましたようにスピーチを行っておりますので、どうぞ足を止めてお聞きになってください。また仲間がチラシを配っております。ぜひとも手に受け止めてお目通しください。そうしましたら、ここでですね、私たちの今日の行動に対して国会議員の方から、賛同の、文書をですねいただいております。ご紹介をさせていただきます。メッセージをいただきました。まず、社民党副党首参議院議員の福島瑞穂さんからメッセージをいただきました。読み上げます。落成、異常な長時間労働、過労死、過労自殺 8.10 凱旋行動にご参加の皆さん、こんにちは、福島瑞穂です。皆さんの日頃のご奮闘に対して心より敬意を表します。新国立競技場の建設現場に働く23歳の若者が過労自殺したという知らせに接し、私は大きなショックを受けました。大手広告代理店電通において同じように過労自殺に追い込まれた高橋真澄さんがどのような思いで自らの命を絶ったのか、日本社会は一体何を受け止めたのでしょうか。安倍政権は秋から始まる臨時国会にホワイトカラーエグゼンプション法案を上程しようとしています。一定年収以上の労働者の労働時間管理を撤廃し、残業代も払わずに働かせるというとんでもない法案です。まさに過労死促進法案そのものです。労働時間規制と割増賃金の支払いは労働法制の極めて重要な根幹です。これら2つを取り払ったとき、労働者はもはや奴隷と化してしまいます。安倍政権のこのような人命軽視、反労働者政策を絶対に許してはなりません。一刻も早く安倍政権を退陣に追い込み、全ての人々が安心して働き暮らせる社会を一緒に作り上げましょう。そのために私はこれからも本日お集まりの仲間の皆さんとがっちりスクラミを組み全力を尽くしてまいります。本日の凱旋行動のご成功を心より祈念し、
連帯のメッセージとさせていただきます。すべての働く仲間たち、団結して頑張ろう。8月10日社民党副党首参議院議員福島みつも。続きまして、自由党代表の小沢一郎さんからもメッセージをいただきました。読み上げます。3月の新国立競技場建設現場で働く若者の自殺には本当に衝撃を覚えました。非常に痛ましく胸が痛みます。今安倍政権は働き方改革などと称して改革をやっているふりをしていますが、実際にやっていることは額に汗して働く人々の生活の破壊です。安倍政権は労働現場の苦境、働く人々の真の苦しみを全く理解しておりません。お友達と甘い蜜を分け合うことや国際的、対外的に虚勢を張ることだけです。いつでも犠牲になるのは生活者です。長時間労働、勤務環境の悪化、人手不足、そして過労死、こうした諸問題に向き合い、労働者の権利と生活を守り、労働者が希望を持って日々働ける社会を引き上げることこそ本当の意味での働き改革なのです。我が党ではこうした観点から何より生活がない女性事情を実現すべく、引き続き安倍政権と徹底的に対峙してまいります。皆様方にも厳しくご指導のほどよろしくお願い申し上げます。本日のこの緊急凱旋行動が人々の労働環境改善に向けた大きな第一歩となりますよう心からお祈り申し上げます。共に頑張りましょう。自由党代表小沢一郎、ありがとうございます。私たちと同じような思いを持って賛同のメッセージを寄せていただきました。改めましてまたリレースピーチの方にを再開いたします。続きまして東京都県新宿支部副委員長の大久手副委員長の方からよろしくお願いいたします。新宿駅西口をご通行中の皆さん、暑い中お勤めや学校帰りのところと思います。一日お疲れ様でした。私たちは本日この場をお借りしまして、学生異常な長時間労働、過労死、過労自殺 8.10 緊急駅頭宣伝行動として宣伝行動を行っています。昨今大きな社会問題となっている異常な長時間労働と過労死、過労自殺などの労働問題について企業に改善を求める立場でスピーチをいたします。私は建設労働者職人の労働組合東京都県新宿支部の久米と申します。そして私たちは建設労働者の問題でありますが、2020年に行われるオリンピックの会場である新国立競技場建設現場において地盤改良の仕事に従事していた首都機会社の23歳の労働者が異常な長時間労働の末、3月に自ら命を絶っていたということが明らかになりました。弁護士さんの発表によれば、過労自殺の可能性が極めて高いものです。平和の祭典、オリンピックのために建設工事でこうした犠牲者を出してしまいました。若い労働者の命が失われたことは、謹んで招集の意を表明し、ご遺族の皆様に心からお悔やみを申し上げます。マスコミの報道によれば、地盤改良工事の工期が悪化し、その工期を間に合わせるために異常で違法な残業をさせざるを得なかったとのことです。当該の下請け会社に重い責任があることはもちろんです。しかし、当時元請けである大成建設発注者である国にも大きな責任があるのではないでしょうか。設計変更などにより着工が遅れた新国立の現場、下請け会社との労働者が無理な工期に追われていることはなかったのか、元請けの発注者の目配りが足りなかったのではないか、疑問は尽きません。亡くなった労働者のご両親は今後息子と同じように過労で命を落とすような人を出したくないと述べられています。そして工事関係者に対し、
働く者の命と健康を守るために力を尽くすことを求めていきます。これを重く受け止め、すべての労働者の不正労働時間と抜本的な現場改善の手立てを講じることを音受け体制建設に求めていきます。この現場では新規入場者の教育が6時半から行われており、多くの労働者から早すぎる、朝4時前に家を出ないと間に合わないとの声が寄せられています。車の乗り合いで現場に来るので、一人でも新規の対象者がいると、みんながそれに合わせないといけない、帰り残業代が支払われていないとの声もあります。寝不足になると熱中症や労働事故にも危険性があります。私たちは6時半の新規入場者教育に立っては直ちに改善することを求めます。皆さん、私たちはみんなが安全して希望を持って働ける社会を求め、長時間労働の是正、時期引き上げ、労働安全の徹底を要求し運動しています。二度と今回のような悲しい事故を起きないように、ご一緒に声を上げてください。私たちの仲間がチラシを配っております。また署名なども集めております。ぜひ協力をしてください。続きまして、東京地方事務局長の松丸洋一さんからよろしくお願いいたします。どうもこんばんは、東京の労働組合の集まりであります東京地方労働者の東京のセンターでございます。お疲れ様です。こんばんは、建設の若い労働者23歳の方がお亡くなりになりました。過労死です。過労死という言葉自身が翻訳できない、それがそのまま外国に行くと過労死と呼ばれ、日本のあまりにもひどい労働のルールがない、そういう社会に対して欧米では日本どうなってるんだということがささやかれております。建前だけの日本、あまりにも働くルールがございません。建設労働者で言いますと、そう、今新宿から見えますコクンビル、デザイナーの卵を育てるということで、解雇の形をもじって、デザイナーの学校ができました。建物できました。特殊です。ガラスをふんだんに使っております。建てるのも大変、設計をするのはまあよしとして、本当にそれを立ち上げるためには技能者が必要です。もちろん維持管理する、そのためにも建設の技能者が必要です。ところが建設の技能者、あまりにも仕事がきつい、賃金が安い、したがって後継者がいないという状況です。その中で今回国立競技場での23歳、真面目な夢でしょうか、亡くなりました。過労死です。働かせて命も取っていく、安い賃金でこんなことが許されるでしょうか。皆さん、建設に関わらず働く人のもっとルールをきちんとしなければなりません。同一の労働は同一の賃金にすべきだ。世論調査、読売で 41% がそのようにしようという声を上げております。また4割の方が非正規です。今日今歩いている方々、4割の方は非正規で働かされております。あまりにも非正規と正規、同じ机を並べて働いているのに賃金が違う、労働条件が違う、これはいかばかりかと、これも正しましょうというのが 90% ジャストの方が、賛成、そうしようというふうに言っております。しかし安倍政権、国は建前だけでございます。働き方改革をするんだと、まあ耳障りのいいことを言ってますが、
中に出てきたものはむしろ100時間働くのは OK ですよという法律を作ろうとしております。これ何としても食い止めなければなりません。この度建設で起きたこの痛ましい事故、死亡事故、これについて大きく告発をし、そして皆さんと一緒に働くルールの確立に向けて頑張ってまいりたいと思います。さて、国立競技場大成ゼネコンがトップでございます。朝には作業員全員を集めて、こうしろああしろ、こういうふうにしなきゃダメなんだというふうに指示をいたします。集まっているのは800の下請けでございます。指示をする、そして工程も管理する、まさに社長じゃないですか。一つの国立競技場というのを作り上げるためのトップは大成建設です。それなのにそこで働く800の下請け業者、その労働者の生き死に対しても責任を持たない。これでは働くルール、労働者を守るということにつながりません。何としても元請け体制が全体の労働者に責任を取るんだという、そういう新しい制度を作らせなければなりません。日本で作る初めてのものか、いやいや諸外国ではこれがあるということです。皆さん、諸外国ではさまざまな働くルールがあります。そういうものを真摯に学んで働き方改革をやるというなら、きちんと労働のルールを諸外国に学んで作り上げる、そのことが大事です。建設労働者の賃金を引き上げる、そしてちゃんと労働時間8時間を守らせる、このことはさまざまな労働で働く皆さんとご一緒の課題でございます。一緒に頑張って働くルールがきちんと確立する、そういう日本を作っていったらいきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、東京都県本部常任中央執行委員の中村隆之さんの方からよろしくお願いいたします。はい、はい、皆さん、新宿西口に、お邪魔させていただいてます。本日ですね、この暑い中お仕事、そして学校帰り、大変、お疲れのところだというふうに思いますが、本日ですね、この場をお借りしてですね、今私たちの仲間もずっと訴えさせていただいておりますが、この異常なですね長時間労働をなくせということで、ぜひ、仲間がですね、チラシを配ったり、署名を求めたりしておりますので、ぜひご協力をお願いしたいというふうに思います。先ほどから、お話ししてます通り、国が発注している新国立競技場、これはですね2020年に行われる平和のスポーツの祭典、オリンピック・パラリンピックで使われるものとして今、工事が着々と進んでいるところでありますが、この中で本当にですね若い23歳の現場で働く仲間が、命を落とすという悲惨な事故が起きたところであります。私もですねこの事故が起きた時に、先月24日でありますが、3年前行動ということで、新国立競技場の前の朝一番にですね、宣伝行動をさせていただきましたが、もうすでに5時過ぎた段階では100人ものですね、100人を超える多くの建設労働者の人たちがですねどん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 と現場に入っていくような、そんな状況で、ありました。これはですね、この新国立競技場の朝の、新入場者教育が、6時30分からという異常の速さで、まあ、行われているということにもあります。
1日がですね、6時半、まあ、6時から現場に入って現場が終わるのが5時ということになったら、一体何時間その現場だけで働いているのかというふうに、皆さんも考えたらどう思うでしょうか。この自殺した23歳の労働者の子はですね、残業は1月最後の月では200時間以上、そして総労働時間が360時間を超えたということで言われております。1日にしたらですね、本当に20時間以上の労働を強いられたという結果であります。本当にですね、おかしい、普通じゃないと、おかしいんだということをですね、皆さん ご通行中の皆さんとともにですね、考えていかなければならないかというふうに思います。オリンピックが始まる2020年にはですね、多くの外国人もこの日本に訪れるかというふうにも思いますけども、せっかくの、平和のスポーツの祭典をですね、このような悲惨な事故の上、大変厳しい労働環境の上でですね、出来上がったそういう競技場施設でですね、行われることがないようにですね、本当に働く仲間がですね、安心して、仕事ができる、そんな社会をぜひ皆さんと一緒に考えていきたいというふうに思うところであります。改めて本当にですね、この公共工事であります、国が発注する工事でありますから、本当に国も東京都もしっかりとですね、目を開いて、この事実をですね、受け止めていただきたいというふうに思うのとともにですね、本当にこの建設産業という場所は、働くルールがないに等しい、産業であります。ぜひ皆さん、ご署名、そして、チラシをもらっていただいてですね、ご協力をお願いしたいというふうに思います。私の方からですね、簡単ではありますけども訴えとさせていただきます。ありがとうございました。続きまして、新宿クローレン労働組合の団体である新宿クローレン事務局長の岡村さんからよろしくお願いいたします。ご紹介いただきました、新宿クローレンの岡村です。お勤め帰りの皆さん、また、これからもう一働きしなければいけない、そういう方、大変お疲れ様です。今建設労働者や、地域の仲間が、この新国立競技場の建設現場で働く23歳の労働者が、月212時間という異常な、時間外労働をした上に過労自殺をした事件について告発をしたビラをお配りしております。ぜひこのビラを受け取りいただき、過労死をなくす署名にご協力をいただきたいと思います。そしてどんなに重要な国策の工事であっても、違法な長時間労働をさせる理由にはならない。そして人々に夢と希望を与えるイベントであるならば、なおさらそこの工事で人柱のように人が亡くなっていく、こういう事態を作ってはいけないと思います。この事件はすでに多くのマスコミが報道をしているように、2020年の東京オリンピックパラリンピックのメイン会場となる新国立競技場の建設現場で、大成建設の一時下請けで現場監督を務めている23歳の青年が自殺をし、ご両親が今労災申請をした、そういった事件です。もともとこの新国立競技場の改修費用は2012年時点で1000億から1300億とも言われていたものが、組織委員会の検討の中で3000億に拡大し、国民的な批判を浴びて、この計画自体が一旦白紙に戻されていたわけです。今この再工事が1500億円規模で進められようとしていますが、すでに当初予定から1年2ヶ月の遅れ、こういった中でやっと昨年12月に着工された、こういうことになっています。まさに
この工事を工期期間を短くして労働者に負担を負わせてきた。これは元請けの体制建設だけではなく、組織委員会や政府のやり方、こういった利権がむらみの工事費の拡大、こういった中で起こされた事件ではないでしょうか。私たちこの体制建設の元締めの責任を追及していますけれども、この大会の組織委員会をはじめ政府は工期短縮を現場に迫り、彼は2月には徹夜を3日、朝4時に起きて出勤し深夜に帰る、そういった生活に追い込まれていました。彼の遺書には身も心も限界、こういったことが言葉が書かれていたそうですが、月の残業時間212時間とは2人分以上の仕事を1人で行っていた、こういう事態であり、人として生存できる限界を超えていたと思います。昨年は電通社員の24歳の女性の過労自殺が話題になり、今日のニュースでも30代の研修医の過労自殺が報道されています。今安倍政権が働き方改革と言いながら労働時間の上限を過労死ライン以上の100時間に設定しようとしたり、残業代ゼロ法案で過労死の合法化を狙う中で若者たちの働き方が確実に壊されています。私たち新宿クローレンには年間300件の労働相談が寄せられていますが、歌舞伎町のライブハウスで働く22歳の青年の給与明細とタイムカードを確認すると、1日12時間働いて5000円、深夜に8時間働いて3250円、月300時間働いて17万円、時間給にするとわずか570円という実態でした。彼が労基署に申告すると、社長は労働契約書がないことを理由に社員ではなく業務委託だと主張しました。今彼は新宿一般という個人加盟の労働組合に加入し、裁判で自分が労働者である、そのことを認めろ、このいう戦いを始めています。皆さん、過労死をなくすためには労働時間の上限規制などの法改正も重要ですが、無法な働き方を許さないそういう職場に変えるためには、まともな労働組合の存在が決定的に重要です。東京の建設労働者は東京都県に、職場に労働組合がなければ一人でも入ることができる個人加盟の労働組合に入り、全ての労働者の命と健康を守っていこうではありませんか。8時間働ければまともに暮らせる社会、職場を作るために皆さんと一緒に力を尽くしていきたい。雑白ですが、新宿クローレンを代表しての挨拶とします。共に頑張りましょう。続きまして、東京都県中野支部委員長中浜和之さんからよろしくお願いいたします。新宿駅西口でをご通行中の皆様、本当にご苦労様でございます。私は東京都県中野支部の執行委員長をやってまいりました中浜でございます。今回のこの場をお借りいたしまして、なくせ異常な長時間労働、過労死、過労自殺 8.10 緊急宣伝行動と題して宣伝行動を行っております。昨今大きな社会問題になっている異常な長時間労働と過労死、過労自殺などの労働問題について、企業に改善を求める立場でスピーチいたしたいと思います。さて、私たち建設労働の問題でありますけれども、
2020年に行われます、オリンピック・パラリンピックの会場であります新国立競技場の建設工事現場で、まあ、先ほどからもね、話しておりますけども、地盤改良の仕事に従事している支度会社の23歳の労働者が異常な労働時間の末、3月に自らの命を絶ってしまいました。弁護士さんの発表によれば過労自殺が極めて高い、そういうものです。平和の祭典オリンピックのための建設工事現場でこうした技術者を出してしまったということは誠に遺憾であります。我々若い労働者の命が失われたこと、本当に痛恨の痛みです。謹んで哀悼の意を表明し、ご遺族の皆様に心からお悔やみ申し上げます。昨今マスコミの報道によれば地盤改良の工事が圧迫し、その工事を間に合わせるために異常で違法な残業をせざるを得なかった、そういうことです。まあ、当該のスタッフ会社に重い責任があることはもちろんでございますが、しかし同時に元請けである大成建設発注者である国にも大きな責任があるのではないでしょうか。設計変更などにより着工が遅れた新国立の現場、下請け会社とその労働者が無理な工期に迫られることはなかったのか。元請けと発注者の目配りが足りなかったのではないか。疑問は尽きません。亡くなった労働者のご両親は今後息子と同じように過労で命を落とすような人を出したくない、こう述べられております。そして我々工事関係者に対しても働く者の命と健康を守るために力を尽くすことを求めています。我々はこれを重く受け止め、全ての労働者の適正労働時間と抜本的な現場改善の手助けを講じることを元請け大成建設に強く求めます。この現場では先ほど言われているように新規入場は6時半からでございます。多くの労働者からは早すぎる、もう本当にね、4時ぐらいに出ないと間に合わない。また一人でも新規労働者がいると乗り合わせの人たちも一緒に行かなくてはならない。それと早出の残業代ももらっていない、払われてないという声もあります。寝不足になると熱中症や労災事故の危険もあります。私たちは6時半の新規入場協力は直ちに改善することを求めています。皆さん、私たちはみんなが安心して希望を持って働ける社会を求め、長時間労働の是正、賃金の引き上げ、労働安全の徹底を要求し運動しています。二度と今回のような悲しい事件が起きないようご一緒に声を上げてください。ご清聴ありがとうございました。続きまして、最低賃金1500円を目指して活動されている団体エキタスの仲間からメッセージ、スピーチをお願いいたします。新宿ご中高の皆さん、はじめまして、エキタスのメンバーです。最低賃金1500円を訴えて、普段活動しておりますけれども、本日は新国立競技場の、23歳の新卒で働いていた方が過労自殺をしてしまった件についてお話をしたいと思います。どの仕事においても納期というのがあって、仕事を納めなければいけないタイミングというのがあって、それに向けて皆さん働いている方々は仕事をされていることだと思います。この新国立競技場は国のオリンピック の期間というのがあって、その開催期間に向けて絶対にその工期を遅らせられない、そういうプレッシャーの中で
働かなきゃいけない環境であったと思います。その中で新卒の1年目というまだ自分の仕事のリズムをつかめていない若者が安全管理をしなければいけない仕事をさせられ、その中で200時間を超える残業をさせられ、自分の人生をすりつぶし、未来がある若者が自殺をしてしまったことについて、誰も責任を取ろうとしていないような現状に対して私は強く怒りを覚えます。私は普段の業務の中で1年間商品の生産を管理する仕事をしていました。毎月毎月必ず商品を出さなければいけないというプレッシャーは、過重な長時間労働がなくても、通常の残業時間の範囲内であっても、それはすごくプレッシャーを感じながら絶対遅らせてはいけないというところで苦しみながら働いていました。そこにさらに寝れない、彼は死んでしまった。彼はその前の残業時間が200時間だった時には徹夜を3回し、10時前に仕事が終わったことは5回しかなかったそうです。しかもその上で彼は遺書に会社の方々に申し訳ありませんと書いて失踪をし、長野県で発見されました。その会社の一緒に働いていたメンバーも長時間労働をさせられ、彼のフォローができなかったことかと思います。これはひとえに発注者側、一時元請け、これらが管理すべき工期の、それをむちゃくちゃな工期を現場に押し付けたことが原因があると思います。どんな仕事においても納期があるからといって、若者の人生、現場の人生を使い潰しにして、それをなんとか仕事と帳尻を合わせるようなことはしちゃいけないと思う。オリンピックというのは可能性への挑戦、人類への挑戦だなと、そういった宣伝をして東京の人々はそれを見れる、素晴らしいものが見れるんだと宣伝をして、結果起きているのは一人の若者の人生、あったであろう仕事人生40年、あったであろう老後の人生60年、それは全てを使い潰しにしたことだけじゃないか。管理者発注者側は一人の人生が潰されたことに対して深く深く反省し、今後過労自殺が起きないような社会に対して責任を持って動いていくべきだと思います。そしてオリンピックというのが国の事業だということも忘れてはいけないと思う。この社会が望んだからオリンピックが来ることになっています。私たち一人一人が今の自分の働き方が正常か、周りの働き方が正常か、友人の働き方、恋人の働き方、親の働き方が正常かを見て、何としてでももう過労自殺が生まれない社会を目指してほしいと思います。今日も産婦人科の研修医の方が過労自殺をしました。1年前には高橋松井さんが過労自殺をしました。一人一人の死を持っても変わらない社会というのはおかしいと思う。東日本大震災でたくさんの人が亡くなった時に社会は変わらなければいけないと気づいた、そんな雰囲気がありました。そういった一人一人の死にきちんと向き合って、もう200時間なんていう仕事をさせないような社会にしてほしいと思うし、私もそういった働き方をしたいと思うし、今後私に後輩や部下ができた時にそのような働き方ができればと思います。どうかご成長していただいている皆様にも、死んでしまった23歳の彼のことを思って働き方を少し変えていただければと思います。ご清聴ありがとうございました。続きまして、東京都県杉並支部委員長の大戸達夫さんからよろしくお願いいたします。皆様こんばんは。新宿西口、この一日大変お疲れ様でした。この場を借りてですね、なくせ異常な長時間労働、過労死過労自殺 8.10 凱旋、そういった行動をですね、この場を借りて、取ってまいります。私は建設労働者職人の労働組合東京都県杉並支部の委員長をやっております大戸と申します。よろしくお願いします。先ほど来より
私たち建設労働の問題でありますけれども、このオリンピックの会場である新国立競技場、この現場において地盤改良の仕事に従事していた下請け会社の23歳の労働者、異常な長時間労働の末、3月に自らの命を絶ってということが明らかになりました。若い労働者の命が失われたことは痛恨の極みでございます。謹んで哀悼の意を表明し、ご遺族の皆様に心からお悔やみ申し上げます。この度重なる設計変更などによってですね、着工が遅れた新国立の現場、下請け会社とその労働者がですね、無理な工期に迫られることはなかったのか、元請けと発注者の目配りが不足していたのではないか、そんな疑問はつきません。亡くなった労働者のご両親は、今後息子と同じように過労で命をなくすような人を出したくないと述べています。そして工事関係者に対し、働く者の命と健康を守るために力を尽くすことを求めています。これを重く受け止め、すべての労働者の適正労働時間と抜本的な現場改善の手立てを講じることを元請け体制建設に強く求めます。この現場では新規入場者教育が6時半から行われており、多くの労働者から早すぎる、我々はですね、この6時半の新規入場者教育、直ちに改善をすることを求めていきます。皆さん、私たちはみんなが安心して希望を持って働ける社会を求め、長時間労働の是正、賃金の引き上げ、労働安全の徹底を要求し運動していきます。二度と今回のような悲しい事件が起きないように、ご一緒に声を上げていこうではありませんか。私たちの仲間がチラシを配る、また署名、賛同署名などもですね、集めております。ぜひご協力をお願いいたします。ありがとうございました。続きまして、代々木総合法律事務所弁護士の住健一郎さんからよろしくお願いいたします。新宿駅駅頭ご通行中の皆様、ご苦労様です。私たち弁護士は長時間労働の是正、あるいは非正規労働者と非正規労働者の格差是正、こういうことを求めてこの数年来運動をしてきました。長時間労働の是正の問題につきましては、皆さんもご存知のように、全数の女性社員の方、あるいはお医者さん、さらには今建設現場で建設労働者が過労自殺する、こういう悲惨な出来事が相次いでおります。皆さん、月間150時間を超えるような労働を強要されている中での過労自殺であります。しかし皆さん、この過労自殺、あるいは過労死というのは偶然ではありません。そもそも過労死、過労自殺などという言葉は世界で日本だけにある言葉です。さらに皆さん、日本は世界でもトップクラスの長時間労働、年間2000数百時間を超える、世界でもトップクラスの長時間労働の国であります。ドイツやフランスなどヨーロッパ諸国と比べても、
年間労働時間が400時間から500時間多い、そういう中で低賃金で働かされ、残業をやらざるを得ない、こういうふうな長時間低賃金の国が日本であります。皆さん、今この長時間低賃金、非正規労働者に対する格差と貧困、この問題を私たちの手で何とかしようではありませんか。ところが皆さん、この9月中旬から臨時国会が、安倍内閣は9月中旬から臨時国会を召集するしようとしております。そういう中で安倍内閣は働き方改革という言葉の下で長時間労働の是正法案を出すんだと、このように言っております。しかし皆さん、安倍内閣が言う長時間是正法案とは一体どういう中身でありましょうか。私たちは過労死を促進する、残業代ゼロ、過労死促進法案、これが安倍内閣の言う長時間労働是正法案であります。一つは皆さん、年収1045万と言っておりますが、それを超える専門的労働者に対しては残業代は一切払わない、労働時間管理もしない、深夜手当も払わない、こういう法律であります。皆さん、1045万の年収労働者は自分たちとは無関係だ、自分たちはそんなに年収がない、そういう具合に考える人もいるかもしれません。しかし皆さん、大企業の団体である日本経団連は、小さく産んで大きく育てるんだ、かつては年収400万円以下の、年収400万円を超える労働者には残業代を払わなくてもいいようにしよう、こういう具合に言っているのが日本経団連であります。年収400万円というと、日本の労働者の約半数、2分の1の労働者には残業代を払わないようにしよう、その突破口として、まず高い方の1045万円以上から始めよう、これが経団連の枠であります。このような、いくら働いても労働時間管理もしない、あるいは残業代も払わない、まさに過労死促進法案であります。さらに皆さん、安倍内閣はもう一つこういう労働基準法の改悪案も出そうとしております。月間100時間まで働いてもいい、月間80時間まで働いてもいい、こういう法律であります。皆さん、最近過労自殺なされた方は月間150時間とか、大変な長時間労働であります。しかし皆さん、医学的に言うと月間100時間を働けば過労死、過労自殺の危険は高まる、こういう具合に言われております。数ヶ月間、4ヶ月とか5ヶ月、80時間を超える時間働けば過労死、過労自殺になった例は多数あります。皆さん、そのように80時間とか85時間月間、それで過労死、過労自殺になった裁判例はたくさんあるのであります。それを安倍内閣は月間100時間未満と言っておりますが、月間100時間まで、1ヶ月100時間まで働いてもいい、あるいは4ヶ月5ヶ月平均80時間まで働いてもいい、私たちは過労死容認法案と言っております。このように、今まで医学的に、あるいは裁判例で80時間を4ヶ月5ヶ月はダメだ、100
100時間は1ヶ月でもダメだ、このように言われてきたことを公然とひっくり返す労働基準法の改悪案を出そうとしております。皆さん、私先ほど来このお医者さんの建設労働者の連通の過労自殺を二度と繰り返してはならない、そのようなことをやった人の責任を明らかにする必要がある、皆さんそうおっしゃっております。その現況は戦後の自民党政府が長時間労働、世界一の長時間労働を大企業と一緒になって認めてきたからであります。そして今まだこのような悲惨な過労自殺が相次いでいるのにもかかわらず、労働時間を管理しない、いくら働いても残業代を払わない、100時間までは働いてもいい、このような法律を国会に、秋の臨時国会に提出して年内に成立強行を図ろうとしております。皆さん、マスコミ報道でもされておりますが、このような過労自殺と現況になるような法律を絶対に許すことはできません。ぜひ皆さんが今安倍内閣が推奨している働き方改革、長時間労働の是正、私はまやかしの安倍内閣はまやかしの長時間労働是正であり、まやかしの働き方改革だという具合に思っております。ぜひ皆さんがこのような点にも目を向けていただき、共に悲惨な過労自殺を二度と許さない、二度と起こさせない、そのために大きく労働時間を短縮し、1日8時間働けば十分に生活できる賃金を払わせる、そういう社会と働く場所を作っていこうではありませんか。共に頑張りましょう。続きまして、東京都県本部、仲間であり、大規模建設現場で働いている仲間の小坂さんからスピーチをお願いいたします。新宿駅、ご通行中の皆さん、それと、今日この集会にご参加の皆さん、本当にお疲れ様です。私は東京都県の、小坂と言います。今回この、過労自殺、このことについて、私、子供がやはりいます。でそれについて本当にこれは本当に自分にも起こり得たんではないかというような、もう怖い思い、そういったものを感じます。実は私の子供もですね、昨年社会人になりました。そこで入った会社、使用期間の間はもう残業もなく定時に帰り、そういった会社でした。ところが本採用になった途端に、帰りの交通手段は自分で何とかしてくださいということを会社からいきなり言われ、もう日付が変わるような時間まで残業ということで、本当にもう精神的におかしくなってしまい、私たち親もそういったことではもう本当に苦労してまいりました。まあそこで、うちの子供は自殺ということではなく、自分からも会社を辞めるという決断をいたしました。それまではやはり自殺未遂ぐらいのところまでは行きましたけれども、なんとかそこで思いとどまってくれました。そういった息子さん、娘さん、そういったお子さんをお持ちの、方いっぱいいると思います。そしてやはり今日私ここに来る途中にいろいろな方と話をして、聞いた
ことですけれども、まあ、建設関係そういったところに勤めている、お子さん、現場があるときは残業が多いのでかなりの収入がある。でも現場がないときには内勤で30万にもいかない20何万の給料だ。そういうことで奥さん子供こういう養っていけますかというふうに私は、感じます。日本のこの建設業界の給料1日にして平均約1万6000円、これを、20日働いたとして32万円ですが、ここにまた、経費と含まれてますので、それを引いてしまえばやはり月20万円そこそこの給料で働かなければならない。で、それを確保するために残業しなきゃいけない、そういった異常な働き方、これがやはり一番いけない根源だと思います。これは建設業界だけではなくて一般の企業そういったところでもやはりそういうことがかなりあると私は思っています。そして若い入職者どんどん辞めていって新しくどんどん入れればいい、そういうものではないと思います。そういうことをしていれば当然そういう業界会社そういったところがどんどん衰退していく、それはもう誰でも分かることではないでしょうか。ぜひ建設に関わらず全ての労働これに対して適正な賃金が払われて適正な労働時間その中で生活をしていく、そういうことをできるような世の中にやはりみんなで訴えてしていかなければいけないと思います。皆さんと一緒にこの日本の労働こういったものをより良いものにしていこうじゃありませんか。今日本当にお集まりの皆さんも同じ思いでビラを配っています。ぜひこのビラを手に取っていただいて皆さんも一緒に考えていただきたい、そういうふうに思っております。以上私の訴えとさせていただきます。それでは引き続き、スピーチを続けます。これ労働問題などに関して精力的に活動しておりますスイープの仲間からよろしくお願いいたします。こんにちは、私は一昨日新国立競技場前で長時間労働反対パワハラ反対の握手をしたスイープ、その握手で印象に残っているのは通りがかった親子の自転車に乗った子連れのお母さんがいたんですけど、その人が我々に向かって人ほどじゃないわよね、こんなもののために人が死ぬなんておかしいと私たちに共感してくれました。これは高橋まつりさんの電通の高橋まつりさんの母親が言っていたことと同じだと思います。命より大切な仕事なんてない、そういったことを思い出しました。本当にそうだと思います。自分もゼネコンの現場で設備工事作業員として長年働いてきましたけど、新国立競技場のような突貫工事の現場もたくさん見てきました。とてもきつい現場でパワハラもたくさん目にしてきました。現場監督というのはああいった工期が迫った現場では残業残業で寝る暇もないし、上司からはいじめられ、下の職人からは突き上げられ、本当に精神的におかしくやるのは無理もないと思います。
ここで働き方を変えないと、また建設現場で自殺者が出る、過労死が出る、犠牲者がまた出ると思います。皆さん、日本の長時間労働をなくしていきましょう。犠牲者をこれ以上出したくありません。パワハラをなくしていきましょう。働きやすい国にしていきましょう。日本人は働きすぎだと思います。皆さんももっと休んだ方がいいです。もっと遊んだ方がいいです。もっと会社に文句を言っていきましょう。東京時計を応援してください。よろしくお願いします。そうしましたら、長い時間にわたってご清聴いただきありがとうございます。ここで私たちの熱い思い、そして訴え、スピーチの最後になります。東京都県中野支部委員長の長浜さんから最後の訴え、よろしくお願いいたします。皆さん、ご通行中の皆様、長時間にわたりご清聴ありがとうございます。そして仲間の皆さんもビラ配り、署名とご苦労様でございます。今リレースピーチいたしましたように、我々建設業界の、この仕事のあり方、現場のあり方というのをね、訴えてきましたけども、やはり我々の建設業界は後継者が育たない、若者が入職してこない。それはなぜかというと、先ほど来皆さんがスピーチしていただいたその通りでございます。まあ、賃金はもちろんそうですけども、労働環境をこれを良くしていかないと、なかなか我々建設業は良くなっていかないと思います。我々は国立競技場の建設工事現場もそうですけども、誇りを持って従事しております。ぜひ皆さんも我々の球場をさせていただいて、大きな我々の力になっていただければなと思います。もう長い間本当に、ご清聴ありがとうございました。それと仲間の皆さんもご苦労様でございました。ありがとうございました。これにて終了になります。ご清聴誠にありがとうございました。また仲間の皆さん、お疲れ様でした。以上をもって終了になります。